どうもバーンです。ですね、言語がね、機能をね、まあ、今年変わるというふうなね、ニュースを来ました。で、令和というね、言語になったみたいですね。で、これね、言語ってね、の僕ボランティア活動ずっとね、もう15年ぐらいやってるじゃないですか、やってるんですよ。で、そうなってくるといろんなね、配り物とかを、まあ、自分で作ったりする必要があって、僕がボランティア活動を始めたもう当初から一回もですね、これね、はっきり覚えてるんですけど、一回も、和暦を使った配布物をやってないんですね。で、これ引き継ぎで来た配布物なんですけども、最初はちょっと面倒くさいですけども、とにかく全部西暦にね、して僕は配ってます。で、それでね、今まで一回もね不都合がない、それどころかすごくすっきりするんですね。で、ちなみに役所はですね、未だにこう和暦で括弧して、西暦が使われてます。で、両方併用する形なんですけれども、もうね、正直事務方というか、こういう文章を作る方にしてみたらね、もうややこしくて、もうややこしくてややこしくて、ミスの元にもなりますしね。で、和暦って被るんですよ。平成30年イコール、令和元年とかね。で、そこがぴったり合わないんでね、12月31日と1月1日で切り替わるわけじゃないんで、非常にね、計算がややこしいんですよ。特にこういうね、年齢に関わる、配布物をするとかいう時ね、もう大混乱なんですよ。特にこれは子ども向けの配布物ですけども、高齢者向けの配布物とかもあったりとかしてね、それは、僕が、ちょっと噛めないところで配布物を作ったりとかすることもあるんで、未だに和暦を、併用するんですけれども、高齢者向けの、配布物ということはですね、昭和、大正、明治までね、考慮する必要があって、もうね、よく今まで皆さん役所の方やってこられたなっていうぐらいね、面倒くさいんですよ。で、これだけは言っておきます。西暦で全部統一する、これね、おすすめです。で、実際それでなんかね、各所からクレームが来たりとかっていうことは、15年ボランティア活動をやってて一回もなかったです。というわけで、もう別にね、ボランティア活動は僕の場合趣味ですけれども、そうめちゃくちゃ好んでやってるわけでもないんで、こんな、こういう面倒くさいことを好んでやろうとしてるわけじゃないんで、こういうことはね、すっきりとミスのないやり方をした方がいいと思います。ちょっと他の書類もね、見せられるとこだけ見せますね。こんな感じですね。西暦のみです。ちょっと見せられないところはモザイクかけると思いますけれども、まあ、こんな風にしてね、もう西暦だけで全く問題ないです。はい、というわけで、そうそう、これも一つ言っとこうと思いました。令和っていうね、言語の名前についてですね、僕、一番最初にこの令和という言語をニュースで知った時に、正直違和感を覚えました。霊っていう漢字はですね、華麗なるっていう意味ももちろんあるんですけども、多くは命令する、従わせるというようなね、意味なんですよね。つまりこれはですね、自衛隊の、海外派遣をの是とするようなね、そういう、まあ、あんまりいい意味が込められた
言語じゃないんじゃないかなというふうに僕は思いました。これがですね、あのカレーの例、カレーなる一族のカレーですねの例で、和だったらね、まあ、すごくいいと思うんですけども、そうすると画数が多くなっての、まあ、面倒っていうこともあるでしょうし、小学生があんまりこう書きにくい感じになってしまうなとかいうようなこともあるかもしれませんけど、それでもね、カレーの例の方が良かったんじゃないですかというふうに僕は思いました。あとその和っていう感じなんですけれども、和っていうのはそもそも対立があるから和が必要なわけですよ。でそれをなんていうんですかね、和っていう感じはこう衝突することがいけないから和っていう感じを使うわけですよね。だから衝突すらない方がもちろんいいわけで、昭和っていう時代、それから元号は、軍国主義があった時に決められたわけですね。つまり平和なことを望むがために、それを武力で解決しようというふうな発想だったわけですね、その昭和の時代は。で今の時代はですね、そもそも和という漢字をね使う必要すらない時代を目指したいというふうにするべきなのに、また和かいというふうにねもう思いました。はい、というわけでね、本日言いたかったこと、もう和歴は別に使わなくても全く問題ないです。でむしろマイナス、こういう書類作るときに西暦だけで全く問題ないですし、ぜひともね、こういう作業をする方は参考にしてみてください。本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。デリーケットゴー、デリーケットゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、ハー。デリーケットゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、ハー。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、ハー。グッドボタンもよろしくね、ヘイ。本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当登録してほしい。